矢川ペースを見てみましょう。久しぶり、3ヶ月ぶりに帰ってきましたが、どうなっているでしょうか。見た目はあんまり変わっておりません。おほほほほ、相変わらずでもなんか手作り感があっていいですね。おーおーおー、かっこいい。兄に内緒で勝手に入っております。いいですね。これは何だろう。あ、かわいい。誰か作ったのかな、メイコが作ったのかな。何かすり鉢が置いてあります。おお、相変わらずおしゃれで。あ、出た、起き上がりこぼし。愛知の山の奥の方かな、宝来寺さんのなんかお土産というからしいですね。お、初めて見ましたが、ブラインドがここについてます。ブラインドを上げてみましょう。上げれないのでくぐります。お、こんなところに小さい小部屋ができていますね。階段下がお、なんか隠し部屋みたいに小部屋になってます。なぜかテーブルの上に靴、兄は靴磨きにはまっているようです。コンロいいですね、かっこいいですね。おおおお、ちょっと横から失礼して、ほらね、ちょっとかっこいいね、秘密基地みたい。よいしょ、おいしょよいしょ。さあ、こんな感じが一回、お、ここにも兄の好きな靴が置いてあります。一階がこんな感じですね。お洋服があって、こういう棚も実はね、結構かっこよく作られてるんですよ。そして2階はどうなっているかな。おー、かっこいい、かっこいい、なんかちょっとおしゃれになっている、かっこいいですねって感じでした。ということで、矢川ピース、2023年10月の様子でございます。あんまり変わってないようで、ほんのちょっとずつちょっとずつ手を入れている感じがしております。またお会いしましょう。バイバーイ。 OK。